日本放送協会日本放送協会放送局の一覧 NHK 松山放送局 NHK 松山放送局は愛媛県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局である現在の正式名称は NHK 松山拠点放送局であるが従来の拠点を省いた名称も広く使用されている愛媛県内向けの放送のほか 四国地方の拠点局として四国内各放送局を統括している。なお、ラジオ第二放送は、山口県の八代島、徳島県三好市なども放送エリアに含まれる。1941年の開局当初の呼び出し符号は上部部だったが、1945年1月1日に中央放送局に昇格し、その後1948年に、 呼び出し符号は上ずく及び上ズ部に変更された。NHK が拠点局を中心に全国各地に配備している取材用ヘリコプターについて四国管内では拠点局である松山局ではなく香川県の高松局に配備されており NHK の地域拠点局において唯一取材ヘリコプターが配備されていない。NHK 総合のリモコンキー ID デジタルテレビ 送信書伊予市、行山送信書総合テレビリモコンキー ID、1E テレリモコンキー ID、2アナログテレビ送信書松山市、白山送信書総合テレビ教育テレビラジオ第1、放送以下の放送局は、NHK 広島放送局のもの。ラジオ第2放送以下の放送局は、NHK 広島放送局のもの。FM 放送2021年3月29日以降、 現在の番組の詳細は、公式サイトの番組情報一覧を参照。ラジオのローカル枠交通情報平日朝、平日午前、平日昼、平日夕方土曜日、その他朝、平日昼、金曜日土曜日。ありがとうございます。